日本関東地方神奈川県横浜市鶴見区鶴見区は横浜市を構成する18行政区の一つ。横浜市で初めてできた区の一つでもある。鶴見区は横浜市の最東端に位置し東京湾に面する。北は川崎市の川崎区、幸区に接し、西は横浜市の港北区、神奈川区に接し、南端部の大黒府島から横浜イブリッジで 同市中区につながる。鶴見川が区内を南に蛇行して流れ、東京湾に注ぐ。北東部は鶴見川と多摩川に挟まれた平地で、北西部は下末栄吉大地の東端から続く、丘陵地。湾岸部は埋め立て地が広がり、市境は京浜運河を越えて、扇島で東京湾に接する。中心市街地は東部に位置する鶴見駅周辺地区で、川崎市川崎区。 幸い区との結びつきが強い。鶴見駅前は横浜市における主要な生活拠点に指定されている。臨海部は隣接する川崎市や神奈川区などとともに、景品工業地帯の中核的地域となっている。区内北西部には自然が残り、四死家国市民の森神奈川県立三池公園などがある。鶴見の名は鎌倉時代から現れ、 源の頼朝がここで鶴を放ったことから命名されたという伝説もある。また一説には、鶴は、鶴とは、関わりなく、水路や河川の周辺地を意味し、身は、周り巡りを意味する語で、合わせて、鶴見は蛇行する鶴見川の地形を表すとされる。2012年5月1日現在、人口は275,592人で、市内18区中、第3位。 区内に住所を定めている世帯の数は126,757世帯で、広北区に次いで第2位となっている。また、2010年3月31日現在、区の戸籍数は98,753戸籍で、18区中第1位となっている。2010年1月1日現在、区の平均年齢は42.40歳で、 横浜市の平均年齢43.12歳より、やや低い。2012年4月30日現在、区の外国人登録者数は9670人で、区の人口に占める割合は約、約3.6%。国籍別に見ると、中国、韓国、朝鮮、ブラジル、フィリピンの順に多く、自然体と比べると、ブラジルの構成比が大きいのが特徴である。 区の2009年度の市税収入は約650億円で自然体収入の9.10%を占め、市内では神奈川区、中区、西区に次いで18区中4番目となっている、東海道に架か,かる鶴見橋、19世紀初めの江戸名所図へより、言葉書きには橋の近くには名産、米饅頭を売る家が多く、鶴屋という店は、 慶長の頃より続くとある。総持寺大祖堂鶴見区の衛星画像区の東端は、大木島、西端は、上宮2丁目で、東西距離は 8.16km、南端は、大黒府島、北端は山木6丁目で、南北距離は 10.13km。最高値は、馬場4丁目で、海面からの高度は4 7 2ルである。区の中心は、 鶴見区役所、鶴見駅、鶴見警察署などが所在する鶴見中央。超別人口も鶴見中央が最も多い18,812人で、区全体の人口の約6.8%を占める。地形的には北西部の丘陵地、鶴見川流域の低地、臨海部の埋め立て地の3地域に分けられる。鶴見区では一部の全域で、 住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。鶴見区役所管内鶴見川に架かる高野大橋。神奈川県道111号大田神奈川線が走る。鶴見川の堤防場に植えられた横浜日桜、鶴見区を通る鉄道には南北に貫通する東海道本線を含む京急本線と臨海部の工業地帯をカバーする鶴見線がある。また、 区の北縁をかすめるように南部線が通っている。バス交通は、横浜市営バスと川崎鶴見臨港バス、東急バスが担当している。区の内陸部は、駅から遠いため、交通手段をもっぱらバスに頼っており、バスの本数が非常に多い。主な道路には、国道1号、国道15号及び、国道357号、首都高速道路の神奈川1号横羽線及び、 湾岸線がある。湾岸線では、鶴見翼橋と横浜米ブリッジが有名である。掃除寺踏切は、60メートルと2009年6月1日に、日本最長の踏切となった。多数の路線を横断して、いわゆる、開かずの踏切化していたため、安全面の観点から2012年4月に、廃止された。なお、西部を預かながら、横浜線が通っているが、 駅はない。菊名や綱島を最寄り駅とする地域もある。また、長年の間、鶴見駅中距離電車停車等推進規制会が、中距離列車の鶴見駅停車を JR 側に働きかけている。実現すると、鶴見駅が、羽沢横浜国大駅と武蔵小杉駅に接続される。鶴見警察署鶴見郵便局景品工業地帯の中核であり、 大小様々な規模の事業所が多数存在する。代表的なものを下記に挙げる。2015年1月現在の鶴見区の有効交流都市は以下の通り。鶴見翼橋神奈川県立三池公園。ありがとうございます。